今年5年ぶりの参加を決めた細木病院グループよさこい踊り子隊。新型コロナウイルスと最前線で戦ってきた病院のチームです。全体練習は今月1日から始まり、この日が6回目。踊り子およそ30人が高知市の公園に集まり、一つ一つ振り付けを覚えていました。チームには毎年医師や看護師、理学療法士など医療関係者が多く参加するため、去年は感染対策として祭りへの参加を見送りました。やっぱり病院なので、どうしても感染対策上密になってはいけないという、それがすごく縛りがありましたので、もう出たくても出れない、そのジレンマといいますかね、もう悔しかったですね。今年は新型コロナの感染が一定落ち着いたとして5年ぶりの参加を決めました。一方で踊り子の多くはマスクを着用、アルコールで手指の消毒を行うなど感染対策を講じての練習です。コロナ感染症が完全に落ち着いているわけではないですので、ちょっとしたら8月になってまたそれもどうなるか分かりませんので、ちょっと綱渡りではありますけれども、ちょっとそこは感染対策については、対策をしっかりしながらですね、進めていかなければならないと思っております。それでも5年ぶりに鳴子を手にすることができ、踊り子たちには特別な思いがありました。なんかやっぱ大々的に踊れるっていうのは、コロナだったら絶対ありえなかったことなので、そういう時代に戻れたがやみたいな嬉しさはあります。今年の本番、よさこい本番、どんな踊りを披露したいですか？とりあえず笑顔で楽しみます全力で狙うわ。踊りじゃない、花メダル花メダル絶対取るぞ親子での参加が多いのもこのチームの特徴です。楽しいどこが一番楽しい？全部。初参加ではあるんですが、細木で、でも楽しく踊ってます。皆さん優しくしてもらって。これまでチームを引っ張ってきたインストラクターも、復活の喜びを胸に踊り子たちに振り付けをレクチャーしていました。一応踊りはもう皆さん踊れるようになってます。全然なってます。なんだったら1日目教えたところはちょっと自信持って踊ってる方もちらほらいらっしゃるので、大丈夫です。これからまた頑張りましょう。細木のこの練習からのこのアットホームな感じっていうのが、やっぱりなんか家に帰ってきたような感じでできてるので、大変嬉しく思っております。やっぱ最後のその本祭の時にはみんな笑顔で楽しく踊ってくれた、もうそれだけがもう私にとってはいいことなので。今年のテーマは和。医療従事者も親子連れも地域の人も、みんなが一つになって和気あいあいと楽しそうに踊るのがチームの本来の姿。その姿を取り戻すために、前へ前へ進もうという思いを込めました。みんながこの練習の時点で話もしてなかった、もうどこの誰かわからない踊り子さんが、みんながこのやっぱりこの練習のこの場でですね、一つになってきている、和を取り戻せているかなっていう、そんな気持ちもあります。細木で踊ってよかったって最後にもうみんなが言えれるような、そんなチームにしていきたいかなと思ってますので、コロナ禍を乗り越え再出発する細木病院グループよさこい踊り子隊。チームが一つになって5年ぶりの夏を迎えます。こちらも5年ぶりに参加するチーム、梅の連です。梅の辻共演場を管理する町内会のチームで、主要メンバーのほとんどが梅の辻や牛尾地区の出身者です。
梅の連ではその年の4月に活動方針を決定していて、去年4月はまだ新型コロナが5類に移行していなかったため出場を見送ることにしました。インストラクターの島崎みどりさんは5年間のブランクを心配していましたが、5年ぶりのブランクがあるんですけど、すごいブランクを感じさせなくて、踊り覚えるのも早かったですし、ずっとコロナで練習できなかった時は小さい頃から知ってる仲間なのでなかなか会えませんでしたし、みんなで集まってワイワイ言いながら練習するのがすごく楽しくって。5年ぶりの復活に結婚や転勤で海の土を離れたメンバーも再集結しました。転勤のため今年から四万十市で働き始めた山田幸さん。四万十市と海の土を行き来して毎週土曜日と日曜日の練習に参加しています。大変なんですけど、それでもこう踊りたいっていう楽しさと、そのあったかいチームですよっていう魅力があるので頑張れます。5年ぶりの今年、チームのテーマは再演です。再びの宴会の宴って書いて再演っていうテーマにしてるんですけど、宴の宴会、楽しく踊ろうよみんなでっていう宴もそうですし、これまでの小さい時から のご縁の宴ですね、宴、踊り子さんとの宴、地域との宴、仲間との縁みたいなところもすごい大事にしてて、でみんなの和っていうところで丸の縁ですね、縁も大事にしようよ、たくさんの縁をかけさせてもらってるので、そこをねすごい音楽にも衣装にも取り入れた内容になってます。練習を見守るのはインストラクターの母親たち、梅の連のかつての踊り子です。私たちが踊ってたのを見て子どもたち、もうあそこら全部私らの子ども長ですけど、自身子ども長ですけど、踊りを教えたり衣装を作ったりで、また同じように参加して町内の、町内会の踊りを引き継いでいこうっていう気持ちで頑張ってます。もうこれをねやっぱ消しちゃいかんですよね、ね、頑張らないかんのね、うん、親から子へ、子から孫へ、地域の伝統をつなぐために梅の連も前へ進み出しました。本当に5年ぶりなので、とにかくみんなで楽しく明るく、町内会ならではの和気あいあいとした感じを見てくださる皆さんに伝わればいいかなと思って、お祭りを盛り上げたいなという気持ちで踊りたいと思ってます。よさこい祭り振興会によりますと、今年エントリーしたチームのうち19チームが5年ぶりの参加を予定しています。よさこい祭りは一歩ずつかつての盛り上がりを取り戻そうとしています。